ブルジュハリファ、ブルジュハリファ、ブルジュハリーファの名であった。全高、先頭二828.0メートル、健康、ビル本体の屋根の地上三636.0メートル、比較資料、同場、206階建て、160階以上は、機械室であるため、実際は159階までしか入ることはできない。このビルは、 ドバイのビジネス街に近いシェイクザアイドロードの第一、インターチェンジに設けられたと呼ばれる2トルのエリア開発の一環として建設された。バージ、ブルジュはアラビア語で、塔タワーを意味し、ブルジュハリファの語義は、ハリファ塔ハリファタワーである。プロジェクトが完成した時、世界は金融危機の真っ只中にあり、ドバイ国内は建設過剰な状態であったため、空室や、 差し押さえ物件が溢れ返っていた。野心に溢れていたドバイは、その結果不再まみれになっており、やむを得ず政府は、数十億ドルもの借り入れを、石油が豊富な隣国アブダビに頼らざるを得なかった。これに続いて、オープニングセレモニーで、突如ビルの名称が、建設に対する重要なサポートを果たしたアラブ、首長国連邦、第二大大統領で、 連邦内最大の国アブダビ市長国のアミール、市長であるハリーファ・ビンザー・イドアール・ナヒアーンにちなんだブルジュ・ハリファに変更された。企画はドバイの不動産開発会社であるエマル・プロパティーズ、商業施設、居住施設、娯楽施設などを含む大規模な複合施設の核として位置づけられており、すべての計画を換算すると80億 US ドルに上るとみられている。 経済効果は少なくとも200億ドルを超えると見込まれる。ブルジュ・ハリファ建設の決定には石油依存の単独経済体制からサービスや観光を含む多様化を目指す政府の決定があると報告された。政府関係者によれば都市が国際的な認知を得て投資を呼び込むにはブルジュ・ハリファのような計画が必要だと考えられていた。彼、ムハンマド・ビンラーシド アール・マクトゥーム市長は何かすごくセンセーショナルなものでドバイを有名に従っていると泣き入る者のジャッキー・ジョセフソン観光養人施設団担当役員は話した。明確な裏付けはないが計画は当初から何度も高さを増す方向に見直しがかけられたという。もともとはオーストラリアのに計画されたに匹敵する高さが予定されたがソムによって 計画の再検討が行われた。2006年までこの計画に加わっていたソムの建築デザイナーであるは2008年にブルジュハリファは808メートルの高さに設計され直されたと述べた。建設は韓国のサムスンブスさんがベルギー最大の建設会社ノベシックスとジョイントベンチャーを組んで担当した。建造コンクリート強度は 80N 平方ミリメートル。 このビルの設計は、アメリカ合衆国のスキッドモア・オーウィングズ・メリルが、お主要設計技師、お主要構造技師に迎えて行われた。設備は、アラブ首長国連邦の ETA 社、インドのウォルタス社、日本の日立プラントテクノロジーが担当している。2万6六千枚以上のガラス板は、中国香港の中国建築古墳有限講師の子会社から300人以上の 専門家によって据え付けられた。建設契約において、社がプロジェクトの管理を担当した。基礎は、鉄筋コンクリート製である。靴マイスター社は、この建設のために超高圧コンクリートポンプ車を開発した。コンクリートは4万5000メートル以上、鉄筋を含めると11万トン以上の重量となる。 コンクリートから直径1.5メートル、長さ43メートルのパイルが192本、作られ、50メートル以上の深さに埋められた。躯体には33万メートルのコンクリートと5万5千トンの鉄筋が使われ、高数は2200万、人、地に上った。基礎に使われたコンクリートは高密度かつ低等化性、ものである。基板の下にはが施され、地下水が含有する。 不食性化学物質による悪影響を最小限にしている。2008年5月、プツマイスター製ポンプは地上の156階までコンクリートを組み上げる世界記録を達成した。組み立てには吊り上げ荷重25トンのタワークレーン3台が最上階に至るまで使われた。建設は2004年9月21日に始まり、 外貌は2009年10月1日に完成した。オープンは2010年1月4日に行われた。2009年3月、建設プロジェクト議長の MR プロパティーズ社は、ブルジュハリファの事務所スペースの価格が 4000US ドル、フィート、4万 3000US ドル、M に達し、アルマーニが販売する住居スペースは 3500US ドル、フィート、3万 7500US ドル、 M になったことを発表した。彼は、プロジェクト全体の費用を約15億ユースドルと見積もった。2008年6月9日、MR プロパティーズ社は、ブルジュハリファの建設がアップグレードを理由とした遅延状態にあり、2009年9月にならなければ、完成しないと発表した。広報担当者が言うには、贅沢品まで含めた完成は2004年とされていましたが、これは、 初期の構想によるものである。現在はアップグレードされた完成に向かっている。居住区のデザインは美しくより魅力的かつより機能的に高められました述べた。そして完成日を2009年12月2日に延期される発表が行われた。しかし結局はさらに1ヶ月以上遅れ、ブルジュハリファは2010年1月4日にオープンした。ブルジュハリファは 主に南アジアからの労働者によって建設され、2008年6月17日時点で、建設現場には7500人の熟練労働者が働いていた。その賃金は熟練の大工で日給4.34イギリスポンド、一般労働者で2.84イギリスポンドだった。BBC の調査と Human ラ i ズウ Watch の報告によると、労働者の住居はひどいありさまで、 賃金不払いや雇い主によるパスポートの差し押さえなどがあり、劣悪な環境で仕事をしなければならなかった。建設中の事故死は1名のみと発表されているが、ヒューマンライズウォッチによると UAE による労働災害や死亡者の報告はとても不十分な記録だという。2006年3月21日。 約2500人の労働者がシフトが終わってもバスが到着していないことを原因に不満を爆発させ抗議活動の上に車や事務所、コンピューターや建設資材などを破壊した。ドバイ内務省職員によるとこの損害は50万イギリスポンドに及ぶという暴動を引き起こしたほとんどの労働者は翌日には戻ってきたが彼らは就業を拒否した。設計は シカゴのウィリス・タワーやニューヨークの一、ワールドトレードセンターで実績を持つソムが担当した。ブルジュ・ハリハワが開発した、束ねられたが採用された。このシステムによって使用する鉱材はエンパイア・ステート・ビルディングの半分に抑えられた。設計には、フランク・ロイド・ライトが考えた1マイル高のビルザ、イリノイ計画の構想が影響を及ぼしている。 デザインチームのメンバーだったソムの建築カマーシャルストラバラよるとブルジュハリファのデザインではソウルの73階建て住居がベースになったという計画の当初ブルジュハリファは全室が居住用で計画されていたブルジュハリファはイスラーム建築で表現される柄からデザインされたソムの構造エンジニアであるビルベーカーによるとデザインの際に特定の文化的や 歴史的な要素が取りまれた。翼形状が外側に伸びる Y 字型の断面は、景観や自然光が差し込むのに適し、住居やホテル用途には理想的である。主要設計日誌のエイドリアン・スミスは、ビルが持つ三つの切り欠き輪の花から連想したという。ビルは中央のコアを取り囲む三つ、構成部分で成り立っている。砂漠の地表から上に行くに従って、 各構成部分は敷地境界線から交代して螺旋形状を取りながら上階の床面積がより小さくなっていく。テラスは27箇所にある。先端になると中央のコアが露出し、その上に先頭が設置されている。Y 字型の床はペルシア湾の展望が最もよく見えるようでザインされている。上空から見下ろしたり地表から見上げると建物は イスラーム建築のオニオンドームを連想させるように見える。戦闘の先の揺れは幅に及ぶ。空前の高さを持つビルを支持するため、六角形のコア部が三方向から構成部分によって補強される Y 字型形状を持たせたバットレストコアという新規構造が開発された。この構造によって建物は自ら外側から支え、 ねじれを防ぐことを可能とする。戦闘は4000トン以上の重さを持つ構造用鋼鉄で作られている。中央の頂上パイプは350トンあり、建物の中央からでの高さまで吊り上げられた。この戦闘部分は通信装置を収容している。外交は、にも及ぶ反射ガラスと縦置き環状ファンを備えたアルミニウム及びステンレス構成のパネルが用いられた。 これらはドバイの極端に暑い夏季の気温に耐えられるように設計されている。巨大ビルの質量から来る極度の圧力に耐えられるよう、コンクリートは特別な配合のものが使われ、鉄筋コンクリート構造でよく行われるように、所定の圧力に耐えうることを確認する検査がバッジごとに実施された。クリープや収縮の検査は社が担当した。以下は、 各階の名細である。304室のホテルは、その1、4が、アルマーニの運営で、15階から30階を占める。オープニングは2010年3月18日になったが、諸事情により営業は、同年4月27日にずれ込んだ。オフィススペースは3月から提供された。43階と76階のワプールを備えている。 44階から72階と77階から108階までは個人用住居が占め、デベロッパーによると募集開始から8時間で予約が埋まったという。ホテルと住居以外の場所はほとんどがオフィスであるが、122階から124階にはレストラン、スカイロビー、屋内外の展望台がある。入居は2010年2月から開始と計画された。ブルズ・ハリファは 常時3万5千人が滞在できるよう考えられた。エレベーターは57機、エスカレーターは8機設置された。エレベーターは1機あたり12から14人が搭乗可能で、最大昇降速度は分速600メートルインイコール。当初、世界初の30のデッキを備えたエレベーターが考えられたが、最終的にダブルデッキに落ち着いた。内部には、 展望台へ向かう利用者を退屈させないため、LCD ディスプレイが備え付けられている。階段は1階から160階まであり、段数は2909である。建物のグラフィックデザインは、ドバイに本拠を置くしろが制作した。同社は他にも、国際展開のイベントや通信、ビジターセンターの企画なども行った。屋外展望台は、a t ザトップと名付けられ、 2010年1月5日にオープンした、これはにあり、世界で3番目、屋外にあるものとしては2番目に高い展望台である。この展望室へは、ブルジュハリファから直接入ることはできず、隣接するドバイモールで受付を済ませて、そこから地下道で、ここに登るエレベーターに移動する。この展望台デッキには、ビホールドテレスコープという拡張現実機器が備わっている。 これは、モントリオールの社が開発したもので、現在の全州風景を眺めることや、異なる時間や、天候下での風景を見ることもできる。混雑を防ぐため、日時指定したチケットは75%の割引で販売されている。電源の故障によって、エレベーターが途中で止まり45分間にわたり客が閉じ込められたトラブルの後、2010年2月8日から、 展望台の公開が一時中止された。2月14日のバレンタインデーに間に合わせて再開されるという噂もあったが、結局閉鎖状態は同年4月4日まで続いた。ブルジュハリファに供給される水道水は1日に平均94万6千リットルに上り、長さの水道管が通されている。これの他に、の消火用水供給ラインとの空調用。 冷却水ラインがある。ブルズ・ハリーファには外気よりも冷えた正常な空気が供給されるシステムがある。最も稼働が高まる時期には、1日あたり1万3000トンの製氷に匹敵する能力を発揮する。システムに生じた結露水は集められ、地下駐車場のタンクに一時貯蔵される。このシステムから年間6800万リットルの水が 周囲の公園を冠水する用水として利用される。ブルジュ・ハリファは高い機密性を備えた数箇所に分けられる。空調機付きの大被害が35階ごとにあり、火災発生の際には階段を歩いて、ここへ一時避難する。ブルジュ・ハリファの周囲には面積11ヘクタールもの公園が囲うようにある。この設計は造園家集団の諏訪グループが担当した。 ここには、ドバイファウンテンと同じく社が設計した水をあしらた6つの施設、庭園、ヤシの街路樹や花で飾られた木などがある。総数24,348面積に上る窓ガラスの清掃は、40、73、109階の屋外3カ所に設けられた水平方向のレールと縦の動きに使う、頑丈なワイヤーでのゴンドラを動かしながら行う。 109回以上と27回以下の箇所はから下げる一般的なカゴを使う。しかし、戦闘の最上部は高さや強風をものともせずロープにぶら下がって作業をする専門家を雇わなければならない。特にトラブルがなくともビルの外面すべての清掃には36人を投入して3から4ヶ月かかる。清掃用無人機械は27の壇上とガラス戦闘部分に設置される。 このシステムはオーストラリアのメルボルンで開発され、費用は800万オーストラリアドルかかった。設置工事はオーストラリアの社が獲得した。ブルズ・ハリファは2010年1月4日に開業した。オープニングの式典では1万発の花火が打ち上げられ、ビルは照明され、音と光と噴水で彩られた。この照明はイギリスのデザイナー集団が担当した。式典は ドバイの歴史とブルジュハリーファの建築が進む様子を紹介する短編映画の上映で始まった。その後、音と光、水を、花火の共演が続いた。三部構成のショーは、最初に主に光と音を用いて、砂漠の花と完成したビルを関連付けるテーマのもと、ドバイファ運転の花火とコーディネートされて行われた。次に、300個のプロジェクターで演出された影とともに、 ダイナミックな光を使い、高層ビルが建設される様子を表現した、ショー、ハートビートが展開した。最後には、空に惹かれた線や筒がビルを白い光の五光で、ブルジュハリファを包み、これが広がりながら交換となって戦闘に達する、光景を見せた。式典の様子は、ブルジュパーク島に設置された大型スクリーンに、ライブで流され、さらに、ドバイ中心部にも、 複数のモニターを通じて中継された。世界中から数百ものメディアが押し寄せ、生中継を行った。また、報道陣以外にも6000人が招待された。ビルの建設が不動産バブルとその後の世界、金融危機の時期と重なったドバイでは、ブルジュハリファの賃料はオープニングから10ヶ月で40%に落ち込んだ。いくつかの記録が懸念されている状況とは裏腹に、 借り手が思ったようにつかず、オーナーたちは、家賃提示額をどんどん下げざるを得なくなった。2010年10月の段階で、900戸のマンションのうち825戸が空室のままであり、高さ600メートルの幽霊屋敷とも揶揄された。しかし、経済の回復とともに入居率は増加し、エマール社は2012年10月時点で80%の住居は埋まったと報告した。 2010年12月31日、レーザーや光を伴った花火がブルジュ・ハリファを彩った。これは新年を祝う花火としては最も高い打ち上げ花火となった。そして2011年の新年には正月の祭りをテーマに200以上の国籍を持つ人が住むドバイの精神に捧げる花火が空を舞った。そして同時にブルジュ・ハリファ1周年も祝われた。 ドバイの観戦シェイクザー・イドロード沿いにと呼ばれる超高層ビル街が建設されている。その中心がこのブルジュ・ハリファである。ブルジュ・ハリファの周囲には世界最大のショッピングモールであるドバイモールやすでに完成しているアドレスダウンタウンドバイ、胸高306メートル、63階建てなど超高層ビルが何十棟も建設中である。また、2009年には ダウンタウンドバイ地区のブルジュハリファの正面に世界最大の噴水ドバイファ運転ンンが設置された。幅275メートルの壮大な噴水で垂直噴水能力は高さ150メートルに達する。なお、世界一はアメリカイリノイ州のイーストセントルイスにあるゲートウェイガイザーの192メートルである。以下のカテゴリーについて従来はそれぞれ異なる建造物が 世界一であったが、ブルジュ・ハリファはことごとく記録を塗り替え、すべてのカテゴリーで世界一である。もちろん、ギネス世界記録に認定されている。2010年時点で、クウェートの首都、クウェートシティの隣で進行中の人工副都心、マディナール・アルハリール地区に高さ1001メートルのハイパービルディングである、ブルジュ・ムバラク・アルビール、2016年竣工予定が計画されている。 また、ブルジュハリファと同じアラブ首長国連邦のドバイでも、ナキールが高さ1400メートルのナキールタワー建設中し、さらに高さ2400メートルのドバイシテタワーの建設も予定され、他にも、サウジアラビアのジッタでは高さ1008メートルのキングダムタワー2018年竣工予定の建設計画があり、バーレーンの首都マナーマでも高さ1022メートルの ムルジャンタワーの計画が浮上している。このようにブルジュハリファを超える高さの超高層ビルの建設計画が中東で次々と明らかになっているので高さ1位の記録が破られるのは時間の問題だと考えられている。ただし2007年に始まった世界金融危機、世界同時不況の影響も顕在化し、泣きールタワーの建設画が1年間延期になるといった。 ことも起きており、どの段階で、どのビルによって抜かれるのかについてはあまりはっきりしていない。中国湖南省庁佐市で建設中であった天空都市、スカイシティは完成すれば高さ838メートルになり、世界一の高さになる予定であったが、建設着工後数日で中止を命じられている。ブルズ・ハリファは何度かベースジャンピングの舞台に選ばれたが、 それらには合法、非合法の両方がある。2011年3月28日、フリークライマーのアランド・ロベールは、ブルジュ・ハリファ外壁登頂へ挑んだ。戦闘の先へ到達するまで6時間かけた。彼は、UAE の安全法に従うため通常はを行う。ところ、ロープとハーネス着用で臨む必要があった。2015年11月。 パリ同時多発テロ事件への抗議と哀悼で、トリコロールの3色にライトアップした。2010年6月、ブルジュ・ハリファワから、2010年度中東、アフリカ地域最高度ビルの賞を受けた。同年8月には、2010年度中東の建設における最高のプロジェクトを称える賞が贈られた。2010年10月25日世界高層ビル協会は、 新たに設けた高層ビル、グローバルアイコンショーをブルジュハリファーに授ける式典にて、年間最優秀高層ビルでも表彰を行った。教会によると、グローバルアイコンショーとは特定の地域にとどまらず、高層建築物のジャンルへ、世界的な影響を与える特別な超高層ビルを指すと説明された。それは、革新的な計画、設計、施行が行われ、 構想建築における構造や工学また、都市計画にも革新をもたらしたものでなければならない。それゆえこの賞は場合によっては、基礎工事だけも対象にすることもあり、10年から15年ごとに、例外的な計画にも授与される可能性を示されている。世界構想ビル協会賞の議長を務める、エイドリアン・スミス、ゴードン・ギル・アーキテクチャー社のゴードン・ギルは以下のコメントを表明した。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。